さあ、それではその次です、どうぞ。何やってものんびりで、ほんと総領の人禄なの。英語塾の外人講師のくせに日本のことわざが大好きな変なやつ。総領の人禄です。愉快な言葉ですね。この総領というのはどういう意味かと申しますと、平安時代の終わり頃は今の県知事のような職名と思ってください。それから下って鎌倉時代になりますと、土地をこう分割してまいりまして、一族がそれぞれ分かれます。それをまとめた人を総領と言っておりました。しかし江戸時代になりますと、長男が継ぐということが決まっておりましたので、長男イコール総領ということになってまいりました。そしてこの人禄という言葉ですが、これはいろんな説がありますが、順番に禄を受け継いでいく、つまり順禄がなまって人禄になった、この説が一番有力のようでございます。総領の人禄、なんとなく長男というのはおっとりぼーっと育っておりますから、この言葉がぴったり当てはまるので、この言葉が昔からよく使われます。